水健は韓国の小説家、ソウル特別市出身。1994年に長編で第一回現代文学者主催の新しい作家賞を受賞し、文壇デビューした。1997年には短編集の発表後2年間インドで生活した。虫厚さと寂しさと戦いながら得た経験は強い文体と 異国的で幻想的な小説雰囲気を形成することに一助した。この経験をもとに2001年には連作小説集であるを発表し、その中の中編小説で韓国日報文学賞を受賞した。デビュー作からわかるの関心事は民主化運動勢力の後実談とフェミニズムの二つである。では、フェミニズム的な観点がより強化されたように見えるが、 もっと広い観点で見るとの関心は世界の中心に入れなかったマイノリティの生活全般にあると思える。インドでの生活後発表した作品は第三世界の国々と国民の生活を描いている。インドを背景にインド人以外にも韓国人、国籍の違う東洋人男女、アフリカの黒人男性が登場する。小説は 登場人物がキッチンという空間を中心にして起きた出来事を描いているが、キッチンが家の中心ではない空間であることにも意味がある。は2003年のイラク戦争当時、韓国の作家を代表して反戦平和運動のためイラクとパレスチナを訪問した。この時の体験を活かして2004年に随筆集を発表した。ありがとうございます。